ということがよくいるならば、いや、かわされていません。渡辺がトップ 100R、 ヘアピンに入ります。ヘアピンに入ります。岩水はどう攻めていくか、どう攻めていくか、2つを吸い付けていかなければなりません。あと残るは半周です。離されてはいけない岩水が強いマシンですと岩水、白と黒のマシンですと渡辺哲也。最終コーナーを立ち上がるのは一体どちらが先か。立ち上がってまいります。渡辺が先頭、ちょっと離れているか。岩水ギリギリでスリップは効いている。さあもう出なければならない。これは間に合わない。これは明らかに間に合わない。先頭で向かいます。そしてインにコース取りをした
ギアが入っています。動きません。ホテルが落ちても動きません。ここはダブルイエローです。ダブルイエロー、ダブルイエローの振動、 300R のアプローチ、ドライバーは降りています。ドライバーは降りています。長川健太のマシン、まもなく100が先頭。先頭はアネックスカラーの2台、赤と青の白と青のマシン、はい、100R でスロー走行、グリーンゾーンに止まりました。2番手争いだ。2番手争いが始まっている。2番手辻が上がった。辻が上がりました。1人山本、先頭の大津の数は子供の状況に勝ちそうです。しかしかなり2番手争いが順位が目まぐるしく変わっています。激しい戦いです。1番の三田選手、この後は萩原選手、はい。
コーナー92番の新井選手が通って、
17番は予選3番手中川勝重、その後ろやってきます。カーナンバー7番と、そしてカーナンバー74番島田、あとアレキセンは2台、細谷と菅谷です。この2台はかなり差がついています。そして浅川トラチカーついています。その後ろ中川勝重、これは6番手、そして今 100R に見えてまいりました野木剛、もう最後のマシン26番高村勲、その後ろその後ろ大島勝重、まもなくファイナルラップを迎えます。ユーフロー D トップ、今大島ファイナルラップの提示、そして続いてカーナンバー17番高村勝重、最終コーナーを立ち上がってまいります。カーナンバー7番の野木剛、今提示が下されました。10周目フリフレッシュマンレース第6戦U プロダクションのシート D の決勝、 D クラスはその後ろ浅川トラチカ、各マシンがヘアピンを立ち上がっていきます。そして中川勝重、野木剛、各マシンがヘアピン、さあ見えてまいりました。先頭 U プロの D の優勝、これは間違いなし。アドバンガレージ横山 RX 大島安心チェッカーフラッグ、第2位はカーナンバー3番高村正秀、第3位はカーナンバー50番村井忠雄、そして松本春彦、熱い戦いが続いています。先頭集団は6台ほど、1コーナーに入ります。第1コーナーに入ります。先頭まず第1コーナー曲がったのは水色のマシンだ、村川だ。村川が先頭です。村川が先頭で第1コーナーを突き上げていきました。その後ろ中村、そして高橋、さらに神田、こういった順で第1コーナーをクリアしていきました。しかしほとんど団子状態で第1コーナーをクリアしています。現在レースは2周目、高橋シャル、そして赤いマシンが2台進みました。角田、そして中村、ほとんど団子状態です。レースが始まってまもなく5分を経過しようというところです。レースは現在3周目に入っています。こういった順でグランドスタンド前を通過しています。3周終了、4周目に入っています。先頭3台がちょっと抜けた感じ、高橋、浦川、そして池田、その後ろ4番手争いがほとんど熾烈を極めております。団子状態、そしてカナンバー10番の高垣、さらにカーナンバー23番の中村、ゴールポジション、そして2番の佐藤正幸と続いています。現在1周終わって少し進みまでは上昇状態が続いている感じ、その後ろ4位争いが熾烈を極めております。激しい戦いです。激しい戦い、激しい、今度は5番手争いが続いております。今4番手のマシンが第1コーナーをクリア、そして5番手集団が第1コーナーをクリアしていきます。15分を経過しました。レースは8周目に入っています。レースは8周目、先頭は依然として村川学ぶ、高橋春、2番手の高橋がどこで仕掛けるか、どこで仕掛けるか、さあ池田現象が近づいてきた。本体が第1集団を形成します。池田が第1集団に含まれました。ヘアピンへと入ります。ヘアピンへ入りました。先頭は浦川、そして2番手高橋、3番手池田、カーナンバー51番と9番、
安藤と島本、この2台がスタック。さあ1台カーナンバー21番、平塚です。上位にいた平塚がヘアピンの手前でグリーンで止まりました。スロー走行です。再びスタートを切っていきました。平塚ギアが入らなかったんでしょうか。平塚が再びスタートを切っていきました。勢いのにね、ダメなの。ああしかしスロー走行です。カーナンバー21番、ああレースを諦めました。タイヒロから外に出ました。上位を争っていたカーナンバー21番の平塚います。5番手。さあ先頭が第1コーナーに入ります。先頭が変わった。高橋ジャガルが先頭になりました。濃厚2番手に初めて落ちました。村川が2番手に落ちました。1周目からあと1周半、そのまま逃げ切ることができるか。高橋がトップ、浦川は3番手に落ちている。池田が2番手に上がっています。 100R ヘアピンに入ります。ヘアピンに入ります。そしては高橋ジャル、渡辺アジップ、リュービックスは71ヘアピンに入ります。ここで高橋が最高3位に落ちた。高橋が3位に落ちた。第1コーナー最初にクリアするのは一体何番か、一体誰か。さあ水色のマシン、浦川が再びトップになりました。浦川が再びトップになった。水がありません。1番にポジションにいるのは浦川でありますが、今の直線で浦川が3位からトップに上がりました。浦川、そして高橋、A コーナー澤田、水色のマシン浦川、そして高橋がピタッとつけている。インに池田純一郎、池田純一郎がアウトに放った。そしてクレンピング、3台が一脚立ってヘアピンコーナーをクリアする。あとここでスピードを上げていって、スピン今スリップについている。300Thank you.
120です。そして選手、そしてゼッケン40番の柳本選手、そして57番の投稿です。